え、これじゃあ暇伝説も書こうかな。これ運営が驚きの事実を言ってきやがったこれが私のです一番読もうと思ってたやつ、最後に残しておいたやつが読みたかったほんまひまりなので、ふわみなとホスト伝説ナンバーワン編。はぁ、あ、かったり。ふわみなとは言った。大人の世界で生きる男、ふわみなと。ページ数少な、8ページやん。4コマ漫画もびっくりや。彼はお酒が大好きだ。君はお酒が好きかい？お酒か。お父さんとかお母さん美味しいって毎晩毎晩飲んではったけど、どうなんでしょうね。ハシスオレンジ、モスコミュール、おっとテキーラがお好き？グッピキヤギャッギョギャッ、うわぁもう飲めないよ、明日農業行けない。え、この1ページで何があったの？このテキーラに確実に何かが入っていたとしか考えられない。ふわみなとは静かにタクシーに乗った。ブーン、帰宅感はぁですわこれ。ちょっと待って、これ何、ファンならわかるの、このネタ。待って、どういうこと、これ考察班ね、どういうことこれ。いるでしょ一人ぐらいふわっちのファン。農業はあれか、ロフマオか。ロフマオ塾で強制帰還させられた話。あ、飲みすぎて帰らされた。あ、そうなんだ。あ、テキーラ飲んでて飲みすぎて農業行けなくてタクシーに乗って帰宅したと。実話ってこと？あ、そうなんだ確かにこれ、ちょっと待って、タイトルなんだったっけ。あ、ホスト伝説なほね、ナンバーワンなんだよね。2もあるのかな、続きないんかこれ。え、これじゃあ暇伝説も書こうかな。これ暇の、じゃあ実話の伝説書こうか。そうだな、みんなに話してない話がいいよな。タイトルね、ひまわり伝説ちょ、ひま ある日、大きなお仕事がありました。おい、ひまさん、明日、時間7時に集合です。 OK です。そう、初めての仕事、ドキドキのお仕事、かっこ案件。そんな前日、ワクワクして私は寝れませんでしたこれ意味がわかると怖い話。まあ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 、そう、朝6時半までこれ、あの、実はだからね。眠い目をこすりながら私は事務所へ向かう。そう、タクシーで事務所に着くと誰もいない。もう集合時間だ。なぜ誰もいないんだ。スタッフに確認する。返事がない、まるで返事がないそして私は事務所のソファで少し横になることにした。5時間後、むっちゃ寝てるんよねこれ。スタッフから連絡が来た。ほんひまさん、大丈夫ですか？お仕事は19時からですよ。そうなんですね。じゃあソファーで待ってます。そして、4時間後だったっけな5時間後やなガチャリ。お仕事の時間？本庭さん、今日お仕事ですか？運営2、ここ利用するので別のところで待機しててもらっていいですか？あ、はい。そうしてお仕事の時間が来た。誰も来ない、誰もいない。真っ暗な部屋で私はソファーで寝る運営さんに連絡を取る。返事がない。30分後、リロリロリロン。おい、ひまさん、事務所で誰か待ってたりしますか、みたいなこと言われた気がする。え、だって今日仕事が。そうして運営が驚きの事実
やがった。それ1ヶ月後の仕事っす。そうですか。そうそうそうなんです。私はワクワクのあまり1ヶ月も間違えてしまっていたみたいです。ですが事務所のソファで10時間以上寝たので気持ちよかったです。わら。これが私のミックスアップです。これネタわかる人いないんだろうな。今ねミックスアップっていう案件に出たことがあって、今でいう虹問いみたいなそういう企画だったんだけど、その時の話です。初めての案件という案件でめちゃくちゃ嬉しくて、あのノートパソコンとか紹介して、多分リンさんとケンモチさんとかドーラとかかな、クリスマスミックスアップとか、まあそこら辺にあった案件でめちゃくちゃ緊張して、あの1ヶ月ガチで間違えて運営さんに爆笑されるってことがありました。これが私のミックスアップです。 PS 運営さんいつもありがとう。ここでちょっと一回媚び打っといて、これはね割と伝説だったよ。新人にもかかわらず、あの事務所のソファーで運営さんとかが床で寝てるのが、日はソファーで10時間以上寝るっていうね。ちょっと読み返そう。明日時間7時に集合です。 OK です。この1日は本当に長かったね。うわ11ページもあるじゃん。そうタクシーで誰もいない、なぜ誰もいないんだ。スタッフに確認する、返事がない、まるで返事がない、本当に。そして私は事務所のソファで少し横になることにした。5時間後。むっちゃ寝るやんここ今思えば。スタッフから連絡が来た。小岩さん大丈夫ですか、お仕事19時からですよ。いやこの時点でヒマね、あの後から思ったんだけど、この連絡は先般だと思うわ。あのヒマの連絡も先般だった。なんならなんでかっていうと、このお仕事って何時からですよねって言い方したからだと思うわ。あのちょうど案件の返信で日にちで返したからだね。これ考察です。あそうなんです、じゃあソファで待って、多分これは1ヶ月後の話かと思って、あの返事返さんかったやろな。なんなら日曜日だったからね。お仕事の時間、大岩さん今日お仕事ですか、ここ利用、これ紙運営ね、運営2、ここ利用するので別のところで待機しててもらっていいですか。あはい。そうしたお仕事の時間が来た。誰も来ない、誰もいない、真っ暗な部屋で私はソファで寝ている。運営さんに連絡を取る、返事がない。ティロリロリン、大岩さん事務所待ってたりしますか。え今日仕事が、そうして運営が驚きの事実を言ってきやがった。ここ悪意だね、ちょっと今の悪意こもってんね。それ1ヶ月の仕事っす。そうですか、そうですか、そうそうそうなんです。私はワクワクのあまり1ヶ月を間違えてしまって、今やめてよくてフレッですが、事務所のそばで10時間以上寝たので気持ちよかったです。これが私のミックスアップです。 PS 運営さんいつもありがとう。いいやん、でも悪意はこもってるかもしれないけど、最後ありがとうって言って、プラスマイナスゼロ、むしろプラスぐらいになってるから大丈夫です。まあ、ひまる伝説書き始めたらここの図書館埋まるからな。